なんだお前。まだ新社会人始まって2、3日しか経ってないのに、もう仕事辞めたいって？バカじゃねえの？お前舐めてんだろ。社会舐めてんだろ。お消えろや。失せろ。腹立つんだよ。ああ何ねえ、お前自分のことさ、自分のことを不幸だとかさ、ねえ、勘違いしてねえか。ああバカ言ってんじゃねえぞお前。働けるって時点でどれだけ恵まれてるか。ああお前わかんねえの。働ける、ね、就職できる、ね、労働者として給与所得を得れる、それすなわち、ね、最低限の社会性があって、なおかつある程度健康 で、ある程度の能力があるから働けんだよ。それがどれだけ幸せなことか、お前分かってんの？世界にはな、まあ、世界には働きたくても働けない人々が山ほどいんだよ。ああ日本でもな、働きたくても働けない俺たちみたいな社会不適合者が山ほどおんねん。お前自分がどれだけ恵まれてるか分かってんだよな。おい勘違いすんじゃねえぞ。なんかね、お前もしかしてさ、ね、俺のことさ、ね、羨ましいなとか、スターゲさん羨ましいな、 YouTube で動画上げるだけでね、生活できて羨ましいなとか、お前勘違いしねえだろな。おい舐めてんじゃねえぞ。じゃあお前変わるか。お変わる、お前変わる、俺とおスターゲと変わるね、やってみろよ。地獄だぜ。お、捨てハゲをやるのがどれだけきついか。お前分かってる？あのね、一つね、教えといてやるよ。別に新社会人じゃなくてもな、今ね、労働者としてね、社会人としてね、就職市場でさ、ね、給与所得を得てね、企業に雇用されて、ね、生きてるやつら全員に言うよ。お前ら幸せもんだよ。お間違いなくね、個人事業主だったり自営業だったり経営者、お自分たちでね、お金を稼がなきゃならない、ね、おね、月々のね、月給とか給与の保証がない俺たちみたいなね、やつらよりも明らかに幸せだよ。なんでか。お前らはね、まあ、確かにを、ね、週5日、ね、最低8時間フルタイムで働かなきゃいけないっていう、まあ、確かにそれはめんどくさいかもしれないわ。でもとりあえずな、会社に所属してさえいればね、金はもらえるんだよ。ああでも俺たちはどうだよ。ああね、明日 YouTube のチャンネルがバンになったらもう終わりだよ。無職だよ。でも全然チャンネルバンにならなくてもね、明日オワコンになったら、誰も見てもらえなくなったら、誰もお金くれないんだよ。どっちが幸せだよ。お前たちはさ、じゃあ仮にね、自分が働いてる会社が倒産して潰れても、まあ最悪どっかね、転職すれば潰しは効くわ。でも俺たちはさ、 YouTube 潰れたらもうおしまいなんだよ。 YouTube のチャンネルバンになったらもうどうしようもない。他の転職先とか他のサイトとか基本ないから、動画サイトっても基本 YouTube しかないんだよ。まああるけど、なんかビリビリ動画とかニコニコ動画とか、まあ、選択肢は多少はあるけど、まあ、基本もうないの、 YouTube しか。
だからお前ら幸せもんだよ、うん、死ぬことねえから、食いっぱぐれることは基本ないからさ、体壊さなきゃ、うん、どれだけお前らがね恵まれてるか噛みしめろ、噛みしめろ。で、何じゃあ給料低いって、給料少ねえって、副業しろ、副業しろよ。今の時代よ、今の時代ね、自分が働いてる企業からもらえる金だけでな、豊かな暮らしできると思うね。その考えがまず間違いなんだ。じゃあ何、副業禁止だって、うん、隠れてやんだよ。俺だってやってたよな、俺だって社会人時代やってたわ、 YouTube 普通に副業禁止だったけど、おそらく、うん、でも隠れてやんだよ。公務員でもね、ない限りね、別にバレたところでそんな怖くねえよ、うん、ね、バレないようにな、確定申告の際にね、住民税のね欄にね、あの丸つけたりな、いろいろあるんだよやり方は、うん、ね、誰もね、誰も約束してくれない、誰も保証してくれねえよ人生は、うん、YouTube だってそうだよね、さやけさん本当面白い、ね、最高ってね、ついこの間までコメントで書いてたやつが1年後いなくなっとるわ、うん、そんなことざらになるわ、だから誰も約束してくれねえんだよ。視聴者ってのはね、別に責任取ってくれねえんだよ。自由ってのはな、YouTube だったり自営業だったり経営者だったり、まあ、自由に生きるっていうのは責任が伴うってことなんだよ。お前その覚悟あんのかよ。あの一郎が言ってたよ。元な、あのメジャーリーグのレジェンドの一郎が言ってたよ。教えられてるうち、やらされてるうちが幸せなんですって。だからお前ら幸せ者なんだよ。ね、上司のもとでさ、ね、会社のもとでさ、ね、言われたことやってね、仕事やらされてると思ってるだろお前ら。間違いだ。大間違いだ。やらされてるんじゃねえよ。生かしてもらってんだよ。やってみ、お前捨てハゲ、捨てハゲチャンネルやってみ。毎日何の動画撮ろうって、あどうしよう今日ネタねえな、どうしよう、もう今日上げなきゃ、もう動画毎日上げなきゃ、もうお金もらえないよって、どうしよう今日の動画って、毎日365日24時間ずっと考えなきゃいけない。だって動画上げなくなったらもうおしまいだもん、終わりだもん。でもお前らはどうだよ、ね、週5日ね、8時間、まあ、残業とかもあるだろうけど、ね、とりあえずとりあえずな、日々の仕事こなして会社に所属してりゃ、まあ、金はもらえるわ。で別に辞めたくなったら辞めてさ、別の会社探せばええやん。でも俺らは辞めれねえんだよ。簡単にね、ああもうこの会社やだな、この YouTube やだなって辞めれねえんだよ。なぜなら社会不適合者だから。羨ましいよお前たちみたいにさ、ね、社会に溶け込んでな、ね、マナーとかルールとかコミュニケーションとかさ、羨ましいよ、ね、分けてくれよその能力。本当ね、自営業、個人事業主、そのね、自分で生きてみてね、つくづくね、思うよ。あ、これ、会社員、社会人と副業の二刀流がね、最強だなって。これ、いろんな人言うんだけど、それが一番最強なの、実は。会社員だけとか、あの自営業だけとか、どっちかだけじゃなくて、その二刀流が一番強い。なんでかっていうと、それはね、最低限のね、収入が保証されるかっていうのもあるし、
あの一番でかいのはね、あのやっぱりね、社会保険とか、あのそういう面、あのちょっとキッズの子たちは分からないかもしれないけどね、あのお金をね、あの得るようになると毎月ね、あの健康、あの国民健康保険とかね、社会保険とか年金とか払わなきゃいけないんだけど、あの企業に所属してるとね、あの国民健、あの個人事業主としてね、あの国民健康保険とか年金とか払うよりもはるかにね安い金額で済むんですよ、うん、本当に労使折半だからね、半分はあの会社が払ってくれる。まあそれはぶっちゃけて言うと、あのちょっとしたマジックで、別に得し、そんな得してるわけじゃないんだけど、国民健康保険料ってね死ぬほど高い。自営業のね、あの個人事業主とかが払う国民健康保険料ってね、めちゃくちゃ高いのマジで。だからね、あの企業に所属して何かしら あの健康保険組合に入る方がね、めちゃくちゃお得なので、さらにあの最悪じゃあ仕事嫌だなって、会社員嫌だなって辞めたとする、辞めた後に実は2年間限定だけど、その任意継続って言ってね、会社員時代に入ってたあの健康保険 に辞めた後でも2年間入れるのよ。しかもその保険料はその時のままの状態で。で、うん。それで何がすごいかっていうと、あの、例えば個人事業主というか、その別に収入があったとしても、その働いてた時代の所得だけで保険料を計算してくれるから、はるかに安い保険料で済むんですよ。それ任意継続っていうね、あの、システムもあるし、すごくね、あの、強いの。あとやっぱり給与所得とね、あの事業所得でね、あの所得を分けれるからね、あの給与所得控除とかも使えるからね、あの税金安くなるね、多少強いね。だから何でもいいよお前ら、今ねこの動画見てね、あのブチ切れてるだろうよ、顔真っ赤にしてさ、ね、モニターぶっ壊してんじゃない、お地域のひもたたちな、おい、おその怒りさ副業に見つけてみろよ。なんか副業っていう言葉嫌いなんだけど、俺うさんくさいから。副業というか、なんつうの、別にね、服もね、メインもサブもねえんだよ、別に、収入に。これからの時代ね、もう、すべて、もう、全部やんだよ。自分が持てる限りの時間をね、すべて使うんだよ。仕事して、ああ、お金ね、もらえた終わりじゃねえんだよ。ね、頭使って、ありとあらゆることで、金稼ぐんだよ。知恵使ってな、体使ってな、おう、やってみれ。舐めてんじゃねえぞ。二度とふざけたこと抜かすなよ。仕事辞めてとか、辛いとか、お前らは幸せもんだよ。捨てハゲチャンネルに比べたら幸せもんだよ。やめんじゃねえぞ仕事。やめたとしてもな、あの何か自分でね、金稼げる術を身につけてからやめろ。あの働いてる時間ね、別にまあその仕事をしつつも、あの常に別のねビジネス、俺も実業家やから、俺もね別のね、あのビジネスやってるから、常に別のビジネスも頭に入れながらね、いいじゃん。とりあえず仕事にね、あの会社に所属しながら、あの他のね、自分のね、ビジネスもね、並行して進めてって。おう。ね、で、そっちが形になったらさ、ね、いつでも辞めれるからね、心にゆとりもできるしね。おう。そうやって生きていくんだよ、これからの時代は。頭使えや。だからいつも言ってんだろうな。思考停止で、ね、あのとりあえず右に習えて、大学行って、新卒採用でね、あの企業入って、でとりあえずあのなんか働くみたいな思考停止で生きるのやめれ。舐めてんじゃねえぞ。お前ぶっ飛ばすぞ。